刈り取られたウールウールは羊の毛を原料とする動物繊維。代表的な動物繊維であり、講義には毛糸やそれを用いた毛織物全般をウールと呼ぶこともある。本項目では羊毛を原料とする動物繊維について述べる。ウールは動物繊維の中で最も多く使用されている。日本で消費されるウールのほぼ100%が海外からの輸入である。 羊はかなり昔から飼育されていた。人類最古の収集遺跡と言われているトルクメニスタンのアナウ遺跡からも飼育されていたと思われる羊の骨などが発見されている。聖書にもベツレヘムの羊飼いが登場することから昔から飼育されていたことが伺える。古代ローマの皇帝ベスパシアヌスは有料の公衆便所を設置したことで知られるが、これは 羊毛から油分を分離するのに人間の尿が使われていたためである。オーストラリア、ニュージーランド、中華人民共和国でよく飼われている。以前はニュージーランドでは国民一人当たり20頭の羊がいたが近年は減少傾向である。羊からの毛の刈り取り、羊毛刈り用ロボットの開発もが進められている。羊メリの種が代表的である。種成分は タンパク質の一種であるケラチンである。ケラチンは、陽原子を含むアルファアミノ酸であるシステインを含むため、燃やすと特有の刺激臭がする。毛ト詳細は、毛糸を参照肌触りが柔らかい。油分を含み、発水性があって、濡れても保温性がある。また、汚れが付着してもブラッシング等で除去しやすい。このため野外での着用に適する。 多くの空気を含むため断熱性が高く、通気性がありながら、防寒性と保温性が高い。このため冬服や寝具に適する。シワになりにくい。つった匂いを放散しやすいので、風にさらすことなどで脱臭できる。他の繊維よりは燃えにくい。火にさらされると焦げるが、燃え上がらない。洗うと縮む。クリーニングによって、ウールの油分が奪われることもある。 擦れたり、当て布を使わずにアイロンをかけると光ったりする。虫やカビの害を受けやすい。通気性が高い反面、防風性が低い摩耗に弱い。人によっては触るとチクチク感じる。アルカリに弱い。日光で応変する。ウールの生産過程で実施されるミュールシングが動物愛護の観点から物議を醸している。ミュールシングとは寄生性のハエを予防するために、 羊のお尻周りからウールを含む皮膚を切り取ることで麻酔なしで実施されることもある。オーストラリアンウールイノベーションの市場情報レポートによるとオーストラリアの46%のウールが麻酔なしでミュールシングされたものであると推定される。非難の声が高まりからニュージーランドの羊毛産業は2007年からミュールシングの段階的廃止を進めてきたが2018年10月から ニュージーランド政府は法のもとにこれを正式に廃止した。一方ニュージーランドと同様に羊毛生産大国であるオーストラリアではミュールシングは合法のままである。オーストラリアの羊毛産業は2010年までにミュールシングを廃止すると約束していたが2009年にその約束を放棄している。詳細はミュールシングを参照ウールを使用したシングなどの インテリア製品が高い品質基準をクリアしたことを示す品質保証マークである。国内において最も高い基準を用いており、最高品質を保証する商品にのみ使用される。国内外の原料商社や製造工場、公的試験機関からなるファイングレードウールクラブが品質の管理を行う。ファイングレードウールクラブは英国チャールズ皇太子の提唱で2010年。 英国においてスタートしたキャンペーンフォーウールとともに、羊毛の普及活動を行っている。ファイングレードウールのラベル及び下げ札は、ファイングレードウールクラブが定める厳しい品質基準を合格した製品にのみつけることが許される。マークをつけるための品質基準は、以下のようなものである。特徴取り組みウール製品が高い品質基準をクリアしたことを示す、品質保証マークである。 英国羊毛公社がラベル等の管理を行っている。イギリスのブラッドフォードに本部を置き、日本にも支部を持つ。日本国内での公社商標の使用はすべて英国羊毛公社の契約、認定を得ることが必要。ライセンシー各社の公社商標使用は商品の防易部門から最終製品のブランドの各段階の企業がすべてライセンシー契約を持つことが必要で、 その上規定の基準を満たした製品のみ認められる。英国羊毛公社は、英国内で駆られた羊毛の集荷手配を行い、英国内の選別場へ運び、オークションにかけるための等級別に分ける。すべてのロットは、国際基準に合わせ、ウールの状態や色などの特徴が主験される。その後、英国羊毛公社本部にて、オークションにかけられ、世界中に輸出される。 羊飼いの杖をあしらったシンボルマークは高品質のイメージを維持するため、公社の基準を満たす厳選された製造会社の英国羊毛製品のみ交付される。ウール製品が高い品質基準をクリアしたことを示す品質保証マークとしてウールマークがある。当初は1964年9月に20カ国で、日本、イタリア等の国々では90%以上の認知度があり、 繊維に関連したシンボルマークとしては世界で最も知られているものである。このウールマークによる品質認証の管理、またウール素材に関する啓蒙活動、各企業のウール製品の販売促進支援を世界中で実施している組織がザウールマークカンパニーである。ザウールマークカンパニーの前身である国際羊毛事務局は1937年、 オーストラリアの発案で、羊毛生産国の出資により、英国のロンドンで設立された。イダブリスは、ニュージーランド、南アフリカ共和国、ウルグアイなど、南半球の羊毛生産国を加える。しかし、第二次世界大戦後、合成繊維の急速な普及により、ウールは、長落傾向だった。そこで、ウールの消費拡大を目的に1964年から、 ウールマークによる純毛製品の品質認証を開始。各国羊毛生産者及び政府の拠出資金をもとに非営利組織として世界の主要企業と共同でウールの国際的販売促進活動を行ってきた。しかし、環境の変化により1997年2月に本部を英国からオーストラリアのメルボルンに移転してオーストラリアンウールサービスの子会社となり、 1998年7月、イダブリスからザウールマークカンパニーに名称を変更、その後2001年に民営化された。2007年10月、オーストラリアンウールイノベーションがザウールマークカンパニーの主要資産を買い取り、経営統合を実施し、シドニーに本社を移転。その後、ザウールマークカンパニーはアウィーの子会社として現在に至る。なおアウィーは非営利組織であり、 子会社であるザウールマークカンパニーも同様に非営利で上記の活動を実施している。こうした経緯からウールマークは国によって法人登記が異なる。日本支社は英国西オークシー日本社を置く法人イダブリュスノミネーカンパニーリミテッドの日本支社として登録されている。なお現在日本支社は東京南青山にある。ウールマークのデザインは イタリアの著名的グラフィックデザイナーフランチェスコ・サロリアによるもので、猛至急のホルムをイメージしたものである。日本における承認第1号は日本家理である。日本にも数々の品質保証マークがあるが、ウールマークはコットン・ USA マークとともに世界共通のマークである。ウールマークのラベル及び下げ札は、アウィーが定める厳しい品質基準を クリアした製品に飲みつけることが許される。マークをつけるための品質基準は以下のようなものである。なお、あまり知られていないが、ウールマークには、神経の混用率の違いによるバリエーションが他に二つ存在する。またこれらの下には特定の機能や品質についての認証を示すいくつかのサブブランドが存在する。かつて、ウール肝のマークも存在したこともあった。 繊維以外にもウールマーク認定商品があり、ウール、おしゃれにドライマークの中性洗剤、液体酸素系漂白剤、衣類用柔軟剤、衣類用防虫剤にも表示されている。中でも、白源のパラゾール、ミセスロイドは防虫剤として世界初の認定を受ける快挙を成し遂げている。かつては、各家電メーカーが洗濯機や電気カーペットのカバー等で、 認定商品を生産していたが、現在では日本国内でこれらの製品を見ることは稀である。また、マーク下段のエ字ジロゴは従来は国によって違いがあった。日本の場合はオールニューウール、ニューウール100%であり、諸外国はピュアニューウールであったが、1998年のザウールマークカンパニーへの名称変更の際にウルマークへと世界的に統一された。 国際羊毛事務局時代にボニー・ジャックスが歌ったウールソングがそのシートで出ていた。日本のベストドレッサー賞においてザウールマークカンパニーは2012年から協業を開始している。2012から14年はクールにウールを着こなす人としてクールウール賞。2015年からはウールファッションの似合う人としてウールマーク賞を贈呈している。受賞者は以下の通り。 CM 出演歴代 CM コピー日本の国際羊毛事務局時代の企業スローガンは、ウールで世界に貢献するだった。現在はテレビ CM は放送されていない。ウールズ・オブ・ニュージーランドのシンボルマークであり、美しい自然環境の象徴でもある、植物のシダをかたどったニュージーランド羊毛の品質保証マークである。フランス羊毛協会のマークで、 フランス産羊毛製品の品質保証マークである。なお、いずれのマークも、アウィーとは、全くの無関係である。AAB 工業繊維製品、岡崎信用金庫、2019年12月15日、閲覧。統計羊毛の生産トップ10と日本の輸入先、帝国書院、2019年8月10日閲覧。世界初2019、羊の毛刈りヘルメから、 人、豪州世界で最もきつい仕事低い定着率、進む、ロボ開発職人は、会議的、朝日新聞長官2019年3月27日2019年4月24日、閲覧。ミュールシング、アンダープレッシャーフロムメリノウールバリューチェーンプレイヤーズ。モフィッツファーム、2019年8月10日閲覧。ゼアーズナッシングライクオーストラリア。 エスクルエルティ YouTube オーストラリアの農業従事者から動物保護団体ペタに送られてきた動画クリスティン・フロストニュージーランドプロヒビッツ・ザ・プラクティス・オブ・ミュールシング・イン・シープファーム・オンライン・ナショナル2019年8月10日閲覧ミュールシング・デッドライン・リレーアニバルズ・オーストラリア2019年8月10日閲覧ファイングレード・ウールクラブファイングレード・ウールクラブ 安心という品質へ。2020年8月27日閲覧。キャンペーンフォーウール、ジョインザキャンペーン、ライブナチュラリーチューズウール。www.campaignforwool.org.2020 年8月27日閲覧。英国羊毛公社日本支部、トップページ。 britshowol-j.p-kit.com i 2020年8月27日閲覧ありがとうございます。